はい、皆様こんばんは。今日はブログの解説を行います。1時間ほどでさっくりと終わろうと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は32回目のブログの解説になります。やることは2011年の7月、これで7月は終わりますね。まず272から、IAEA のですね、天野事務局長というのがいるんですけど、1F に訪れたと。ね、背中に、大きくマジックが書かれた白い防護服で初めて福島第一原発に行ったと。で、YouTube に行ったというふうに書いてあるわけですけどね。YouTube、書いてますね。この人ね。ちょっとこれ、音を出さないと。吉田さんですね。これ渡辺さんだね。多分山野さんがフル全面マスクを着てるわけね。原発っていうのの中がものすごくうるさいわけなんです。今の人特徴的な人で結構出てきますね。IAEA わざとこう作ってますね。でこれがね、一応ダブルで同時に開けないようにちょっと人で、IAEA の作ってますね。染めたんでしょうね、わざとね。バカなところに金使っておりますけど、世界中の人が2011年の7月です、ね。ごく短いものになりますから、ご容赦いただきたいと思います。今400マイクロシーベルトパワーです。400です。高いっすね。400って40ミリリアムだからね、大変高いですよ、ね。これ以上はちょっとやめちゃってほしい。そういう意味で3号機ボロボロですね。本当にありがとうございます。これ3号機ですね。これが2号機ですね。ちょっと大きくできるかな、これで。この人ね、今見てますけど、何もかも。4号機見えておりますが、手前にある建物がですね、使用済み燃料の共用プールですね、これ。何も元気ですね。はい。これ今見てください。バスの中でも全面マスクを着ざるを得ない。ね、これまだ多分まだ残ってると思うんですよ。こうやってね。で、このクレーンもですね、左のクレーンも津波で大きく転倒しております。この辺あれですよね。1年2年経つと。核物質防護上の理由とか。今電車が600です。ここら辺はですね、山頂にやっぱり近くて、瓦礫がやはり勢力が高くてですね、ここはちょっと住まいです。600高いですね。ここでですね、海水のヤード関係を見ていただきます。この人、後で言いますけど、外務省の役人だからね、国権。何も分かっとらん。観光旅行に行ったのと。これは苦しかったと思いますね、この全面マスクで歩くっていうのはね。本当苦しいですよ。歩くだけでも苦しいですよね。テトラボットは新しいのは新しい予定ですが、もともと古いやつ、向こう側のちょっと黒っぽいのかなって。本当広いですからね。めちゃくちゃですね。海水ポンプというのも非常用系の。
残留熱除去の排水溝なんですが、あの辺り全部水が出ていましたんで、これ安全系含めて全滅してましたんで、安全系含めてね、全滅してました。まあそんなこと言ってもね、この人 何言われてるかわからんと思います。うんうんって聞いてるだけです。まあ誰でもね、こういう役に、これはちょっと、あれですね、あの黒い人のやつですね。あ、こちらの右手、これがあの先ほど申しました、お医者さんが、24時間常駐してます救急医療室になります。あの熱中症等の対策がこちらに非常に設備が届いてますので、一応これ発生してもこちらへ聞くまで持ってこないかっていう、見てください、このサプレッションサージタンク、ね、この隣がよく絵で出てきます、サプレッションプールスイサージタンクというやつで、あの側面見ていただきますと、津波でやられたんですよね。ここまでね、復旧できたのは日本人だからだと私は思うわけなんですけど、こちら右手、これがあのキャップの保管庫になります。あの IA のミッションにしております。ただあの中のですね、キャップ自体はもうかなり元がついてまして、あのちょっと、汚い状態でありますが、あの冷却能力というか密閉能力が問題だと、に消防車を並べてですね、海水を汲み上げて、ここから1号、2号、3号に、海水を、今黄色いクレーンが乗っかってる部分ですね、あの部分はなっておりまして、まあ、万が一電源があの止まっても、こちらのディーゼル発電機を起動して、ところですね、やれやれ出てた、どこでしょうねこれね、福島第2ですかね、ちょっとわかんないですけど、それとも J ビリッジですかね、これね。あ原始的でしょ、でもまあこれが原子力の実態ですよね。ピピってなるよ、面白い。これだけでコストがね、いくらかかるか分かったもんだよね。まあこういうことをねやってるわけで、ね、多分まあここを走ったんだろうっていうのをちょっと私なりにね分析して、こうやって 86.3 マイクロシーベルトとかね、400マイクロシーベルトとかね、かなり線量が高かったことが、まあ、あの動画からも分かりますね。400ですからね、1だ2だってビービー言ってる場合じゃないっていう感じではあると思うんですよ、向こうに勤めてるする人からすればね、はあ、ね、IAEA 専用の印刷された防護服があると、人海戦術で扉の開閉をしていると、400マイクロシーベルト付近で説明しているのは小森安定化センター、おお、よく見てますね。一人はタービン班の副長だった人、この人は渡辺さんだね。 IAEA の事務局長が表面検査をかかっているとき、沖にいるのは小森所長、よく見てますね。以前青山茂春氏が視察したときよりもはるかに建物の遠くから視察していると、このときよりがれっけんでね、この青山茂春氏がねいたときのねがれっけんのやつはね消されちゃってるんですよね。あ、ここ残ってるんだね、残ってますかね、読み込み事項、これニコ動だと思うんですけど、あーダメですね、まあもしあれで見れたらね、 IAEA のね、あ、これ出ましたね、津田大輔、もう何、皆さんこんばんは、メディアジャーナリストの津田大輔です、東、あ、これ金払わないと飛べないんですよね確か、すいません、ちょっとね1時間も流すわけにもいかないので、まあこれ後で見てください。あの青山茂春氏がね4月か5月かな、5月ぐらいにね、行ってたやつが出てきますのでね、まあ見ていただけたらと、ただ行っただけだもんね、これ行って帰ってきただけですよ。でこれね、
これちょっと恐ろしいのはね、私何の表紙で見つけたかちょっと覚えてないんですけど、5700万ベクレル1500キューリーのね、汚染があった大地が大熊町にあったと。これ残ってますかね。あ、残ってますね。これ消してないね。大熊町のね、この公式ブログの中に載ってるんですけど、ここね、見えますね。多分これなら見えてると思うんだけど、ここのね、3000万ベクレル、だからセシウム137で3000万ベクレルね。セシウム134足すとね、まあ6000ベクレルぐらい。で、プルトニウムがね、ここ高くないね。高くないって言っても5ベクレルもあるわけですけど、5ベクレルパーヘイベある。で、ここでね、見て、唯一わかるのはね、これベクレル、キロベクレルパー平方メートルという、いわゆるチェルノブイリ標準と言われるね、あの汚染でこう出してるわけですよ。でね、これが一つ5700万ベクレル回すとね、だからセシウム137だけで3000万ベクレルっていう値があってですね、実はこれはあのデータとしてね、そうで、ここでね、ちょっと私もこれ Google マップの使い方が下手っぴなのでね、色変えてないんですけど、まああのやつをね、こうするとね、この福島第一原発の南側に超高濃度のね汚染があったことが分かるんですよ。飛んでこの辺ね。で、どうもね、こうですよね。1000万ベクレル。だから、この辺にちょうど吹き飛んでいったんだろうと。だいたい2、3キロ圏ですかね。3、4キロ、4、5キロ圏ね。ここにね、ものすごい汚染があったと。で、この1500キュウリ、まあ、キュウリに直すとこれね、これはね、実はチェルノブイリでここまで汚染されてるね、場所はないんですよ。ね、ドブリャドイブナっていうのがどのくらいかっていうとですね、確か、セシウム137だけで1850万ベクレルですよね。だからそれのね 1.5 倍ぐらいね、セシウム、あの福島の方がひどいんですよ、汚染がね。だからね、ちょっとありえないレベルで、これ1500キュウリでしょ。でチェルノブイリはどれで、強制避難エリアにしたかっていうとですね、40キュウリだからね、140分の1でね、強制避難区域にしてる。もういかにひどいかがね、これだけでもわかるわけでね、これも散々私もいろいろ紹介してるんですけどね、なかなかね、これ同縮尺なんですけどね。で、実はね、チェルノブイリと日本比べたらね、チェルノブイリの方がはるかに広いって言いますけど、はるかに広いのはね、そのチェルノブイリは大地であってね、日本は狭い日本列島であったからね、もう幅がこれだけしかないわけです。だからこれをここに重ねるとね、実はそんな変わらないんですよ、汚染のやつはね。で、あとはその海に逃げたりなんたりしてるだけでね。だからね、これやっぱりもうとんでもない汚染だったらチェルノブイリと変わらんっていうことをね言ってるわけ。で、チェルノブイリこのね、1500キュウリパー平方キロメートルっていうのは、キュウリパー平方メートル直すとですね、まあだいたい1ミリキュウリパー平方メートルっていう値でですね、これはそのウラル拡散時っていうのが、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、それのね、超高レベルの汚染の場所と同じぐらいの汚染なんですよ。だからね、福島がね、ものすごく汚染されてるっていうのも、これからもね、もうこれ自治体の発表したデータでまだ残ってるわけですからね、もうそれからも明らかなのにね、まだ未だに風評って言ってるのはね、もうどうしても信じられないんですけどね、私は。まあこれも見てください。そしてね、こういうのが出てくる。モンゴル核処分推進をと。で、東芝がね、米高官に所管してね、実はその311大きな金、まあ今でもやってるみたいですけど、裏ではモンゴルにね、金払ってね、あそこなんか人住んでないからやっちまえっていうようなレベルなんですよ。で、それでね、何が悪いんだっていう、もう開き直ってるような感じなんですね。で、ウェスティングハウスだと思うんですけど、米国原子力のね。だからね、福島でレベル8が、うん、そうですよね、レベル8ですよ、これ明らかに。東芝がね、なんか変に妙にウェスティングをこう自分のところに合併したもんだからね、まあいわゆる
軒先を貸して母屋を取られるみたいなね感じになってるような気がしていけないんですよ私はね。だから東芝もやることがねもうめちゃくちゃになってる。だって核のねその一番の力のあるところ中に取り込んでしまうとね自分もその寄生虫で全部やられるみたいな感じでね。だから東芝かなり要注意です。モンゴルも金目なんですけどね。ね、核のゴミに反発は必至と。モンゴルに処分場計画、まあこれもね実は昔から日本がやってたことでね。フィリピン沖に核兵器あの核廃棄物捨てますよって散々言って安全だ安全だって、当時のね確かね橋本雄太郎ですかね橋流がねこうやってたんですよ。でね最後に何て言われたかって言ったらそんなに安全ならね東京湾に沈めればいいじゃないかっていうふうに言われてねぐうの音も出なかった。そしたらモンゴルだってね、まあ、最後、そら本気で反対するでしょ。金の欲しいね、政治家いっぱいいるからね、あの受け入れす、決断するかもしれませんけど、そうは言ってもね、やっぱ国民もバカではないですから、バカな国民ばっかりではないからね。で、最後に日本が安全安全って言ったらね、そんなに安全ならね、東京で保管しろって言われてね、どうせ頓挫するのは目に見えてるわけ。で、唯一やってるのはオンカラですからね。ありえないんですよね。福島であんなに大きな事故を起こしたにもかかわらず原子力村には全く反省の色が見られない。今回明らかになった東芝の対米工作について原子力政策に携わる日本政府高官は呆れ顔で言い放った。さらに所管は福島第一原発事故を受けた原子力業界の危機感の表れと指摘した上で拙速だと切り捨てたと。だからモンゴルにねやろうとしてるんですよ。いっぱい出てるのねこの時ね、札束で砲を叩けばね、処分場できるって言ってもなかなか。インドだってねあのみんな怖がってたその政府を怖がってたインドだってねもう ずいぶん何でしたっけなんとか発電所のね、稼働の時にものすごいはあの反対運動が起きてましたもんね。あれもちょっと前のね、世界の被爆者とかいう本を読むとねやっぱインド政府が怖くてねみんな黙ってたんですよ。そういう国だったんですよ。やっぱりねカースト制もありますからね上のもんから黙れって言われたらしか仕方なく黙るようなそんなおとなしいねまあそれ騙す人いっぱいいるんですけどいいんだ国だったのがねああやってねグランダナムでしたかねなんかそんな感じの原発稼働の時に、ね、もう大反対が起きてねものすごい反対だったですもんね。日本から見てもすごいなと思うぐらいですから。だからまあどこもね本気になるとそうなると思うんですよね。だまあモンゴルはそういうことやろうとしてると。コンティニューファイン。あこれね私も一生懸命問題にしたんですけどね全然だもん。これね 1年未満のねバイデン収入でね三重県が中部電力に水力発電所を売ったんですよ。でこれどうしてかってね買収額は105億円で出力の合計はね9万8000キロワット105億円でね。でねこれはね自治体水力っていうのはね実はもうものすごくね安い価格でねそれこそ2、3円パーキロワットっていうもうゴミみたいな値段でね売り払ってるんですよ。それ長期契約しててね電力会社と。で本当はねもう今や水力発電っていうのはもうエコ中のエコですからね。特にこれ自流式でしょうから揚水発電とかないはずなんで、だ20円、ねまあ、今なんかも20円で売ってもいいわけですよ。20円で売ったとしたらね、まあ、10円でするとね、1年で87億、20円にするとね、175億、まあこんなに 100% はいかないと思うんですけど、これの半分としてもね、100億円ぐらいの、ね、収入がある。とそれいくらで売ったかって言ったらですね、105億で売っちゃってるんですよ。1年間のバイデン収入と、同じぐらいで売っちゃったんですよ中部電力にね利権から水利権からなんかで。だからこれはねもう私から言わせるともうめちゃくちゃな話でね。でこれは三重県がねだからこの売った政治家がねまあ知りませんけど政治家が誰かがね三重県といえば岡あれですよねイオンの岡田なんとかがおったと思うんですけどもうその辺にね、利権として言ってるんじゃないかと思うんですよ。1円パーキロワットアワーをね、支払いますよとか。いや、それ知りませんけどね。だから適正価格はね、1000億円ぐらいでいいのを、だから10分の1のダンピングカー、
価格でね、三重県がこう売ったんですよ、中部電力にね。で自治体水力ではこれ自分のところで使えばね、それこそ自分の省庁に使うためのねお金にしてしまえばもううはふわなはずなんですよ。のはね、もうありえないんですよね、これ。私これ非常にね、怒りを感じてブログに書いたんですけど、まあいかんせん、まあ、今もそうなんですけど、この時はさらに、実力がなかったのでね、ほとんど誰も知らなかったということなんですけど、こういうふうにね、電力と自治体は裏で手組んでますから。でこの時はね、多分ね2-3円パーキロワットアワーなので、収入がね、年間収入がおそらくね17億ぐらいしか、まあ17億というか10億ぐらいしかなかったと思うんですよ。それをね、その10倍で買ったと。まあそれならね、大体話し合いますからね。で三重県はね、儲かった儲かったと思っていて、中部電力はね裏を知ってますから。水力発電はね、今後ものすごくエコエネルギーとして買い取り単価が高くなる、できること知ってますからね。それでもう買い取っちゃった。だから三重県がね、中部電力に騙されたというわけで、詐欺にあったようなもんですね、これは。だからね、三重県の人はこれはねちゃんと調べてね、ほんと何ですか、まだ3年ぐらい3年経ってないでしょ。だから訴えればね、これ負けると思いますね、中部電力とね。この三重県の誰かがやってるかがね、わからないんですけど、本当はこれは三重県から水力発電所を売却したいと言って、だから単価を上げろっていうふうにしとけばよかったのにね。これは私非常に腹立ってね、今見ても腹立ちますね。政府も電力も自治体も漁協も全部同じ穴の無地なと。だからね、なんかグループになってね、権力今持ってるやつらはね、全部同じ穴ですからね。やらせを要請してたと、原子力保安よね。みんなやってますよ、当然ですよ、これ。九州電力もね、人選も公平にやれと。で、日本の原発ね、現地帯という本ちょっとここでそう紹介してるんですけど、これ見たらね、もうめちゃくちゃなんですよ。伊方原発はね、伊方原発、例えばどういうことをしてるかというと、原発の建設許可にはさまざまな手続きがいると。ここでは省略するが、そのうち一番重要なのは電庁審を通過することである。伊方発電所は全国で22番目に電庁審を通過したが、完成したのは14番目である。伊方より先に電庁審を通っていてもまだ揉めている原発がたくさんある。伊方は後戻りせずにスピーディーに完工したと言えると。スピーディーに完工したのは、安全審査を経て総理大臣の設置許可が起きる以前に着工していたからであると。つまりね、用地買収の段階から四国電力は苦労しろと言い含め、社に無に工事を強行してきた。その潤滑油が金であり、金が民主主義を潰してきたことを彼は知って書いているのだろうかね。これですよ、これ。その1ヶ月前、町見漁協二見支所では臨時協総会が開かれていたと。誘致反対の漁民たちは資格審査が曖昧だとして松田組合長を追及していたが、彼は突然議長を指名して開会に持ち込み、あっという間に採決に入ります、賛成多数と認め可決しましたと言ったのである。言ったというのは議長本人の話で、その時議場はつかみ合いの大混乱だったから議長の声など聞こえるはずもなかった。議案も提案されておらず、議事録に署名するものもなかった。混乱状態で満場立ち上がっていたから規律多数ということになったのである。もうね、これいや、ぜひ読んでほしいですね、こういう話ばっかりですよ。もう民主主義じゃなかったっていうことは、これはもう今から40年ぐらい前の話ですから、40年50年ね。民主主義じゃないことが分かったとかバレたとか、なんかその集団的自衛権で言ってますけど、まあこの本を見てるとちゃんちゃらおかしいわけでね。原子力のその立地の時なんかはね、もうめちゃくちゃなんですよ。で75年5月のね、これやっぱ言い方もね、それなりにあれなんですけど、国際経済誌のインタビューに対して山口常則四国電力社長はこう語っていたのだった。我々は国の政策でやれというから急いでやったわけでしょうと。燃料サイクルの問題の解決がついていないのに、日本でどんどん軽水炉を作っていくと、本当におかしな話で、濃縮が日本でできるわけでなし、再処理が日本でできるわけでなし、とにかく発電所だけがどんどん出て
できていくのは早すぎますと。今も変わってませんからね、まあ、農職くらいもしかしてやらせてもらってるのかもしれませんけど、最初よりはやるやるって言ってね、できないですよ、やるやる詐欺みたいな感じになっててね、もうねこんな話ばっかりなんですよ。だからもうその機密保護法とかね、まあ、あの集団的自衛権の件で政府がけしからんと今になってねこう言ってるのは、まあ、よく知ってる人に 見ればね、そのかまととというかね、そう言われても仕方ないと。もうひどいですよこのね、原発立地のやつね、鎌田聡さんですかね、これねぜひ読んでください。これいろんなやつ出ててね、いろんな本出てるけど、まあ大体同じようなね焼き直しなんですけど、私2冊買って、まあ、7割ぐらい同じ話なんですけど、まあどこもねまともにあの民主主義の手続きを踏んでね建設された発電所なんか一個もありませんからね。これこれね、小玉先生、この時はねあの東大の小玉教授っていうのがもうまるでヒーローのようにやって、私も騙されてしまったんですよ ね。7月27日満身の怒り、あ途中で消されてまた、巨大が外車トップ総合センター長の小玉ですが、3月15日に大変に驚愕いたしました。私ども東京大学には27カ所のアイソトープセンターがあり、放射線の防護とその除染などの責任を負っております。それで私自身は内科の医者でして、東大病院の放射線施設の除染などにずっと、まあ、数十年かかっております。それで3月15日にまずここの図にちょっと書いてあるんですが、我々最初にまず午前9時ごろ東海村で5マイクロシーベルトという線量を経験しまして、3月15日、ね、それを第10条通報という文科省に直ちに通報いたしました。その後東京で 0.5 マイクロシーベルトを超えるその線量が検出されました。これは一過性に下がりまして、次に3月21日に東京で雨が降り 0.2 マイクロシーベルト等の線量が降下し、これが今日至るまで高い線量の原因になっていると思っています。21日ですね。それでこの時に、まあ、枝野官房長官が差し当たり健康にあまり問題はないということをおっしゃいましたが、私はその時に実際にこれは大変なことになると思いました。なぜかというと現行の放射線の障害防止法というのは高い線量の放射性物質が少しあるものを処理することを前提にしています。この時は総量はあまり問題ではなくて個々の濃度が問題になります。ところが今回の福島原発の事故というのは100キロメートル圏で5マイクロシーベル、200キロメートル圏で 0.5 マイクロシーベルと、さらにそれは超えて足柄から静岡のお茶まで及んでいることは今日皆さん全てがご存知の通りであります。我々が放射線障害を見るときには総量を見ます。それでは東京電力と政府は一体今回の福島原発の総量がどれくらいであるか、はっきりした報告は全くされておりません。そこで私どもはアイソトープセンターのいろいろな知識をもとに計算してみますと、まず熱量からの計算では広島原爆の 29.6 個分に相当するものが漏出しております。168倍になってますね。ウラン換算では20個分のものが漏出していると換算されます。さらに恐るべきことには、これまでの知見で原爆による放射線の残存量と原発から放出されたものの放射線の残存量は1年にたって原爆が10分の1になるのに対して原発、あ、すみません、原爆が1000分の1程度に低下するのに対して原発からの放射線汚染物は10分の1程度にしかならない。これは私見逃してましたね。原爆の放射線量は1000分の1になるのに原発からの放射線量は10分の1にしかならないと。だからこれ、ね、広島長崎がその復興できたから福島大丈夫っていうねことに対する非常に大きなね反論になると思うんですね。小玉先生一応まあ東大の教授ですからね、これは非常にね意味のある発言ですね。つまり今回の福島原発の問題はチェルノブイリと同様
原爆数十個分に相当する量と原爆汚染よりもずっと多量の残存物を放出したということがまず考える前提になります。そうしますと我々システム生物学というシステム論的にものを見るやり方でやってるんですが、現行の総量が少ない場合にはある人にかかる濃度だけを見ればいいです。しかしながら総量が非常に膨大にありますと、これは粒子です。粒子の拡散というのは非線形という科学になりまして、我々の流体力学の計算で最も難しいことになりますが、核燃料というのは要するに砂粒みたいなものが合成樹脂みたいなものの中に埋め込まれております。これがメルトダウンして放出するとなると細かい粒子がたくさん放出されるようになります。そうしたものが出てまいりますとどういうことが起こるかというのが今回の稲わらの問題です。例えば岩手の藤原町では稲わら5万7000ベクレルプロキログラム、宮城県の大崎1万7000ベクレルプロキログラム、南相馬市10万6000プロキログラム、白川市9万7000プロキログラム、岩手6万4000プロキログラムということで、この数値というのは決して同心円状にもいかない。どこでどういうふうに落ちているかはその時の天候、それからその物質が例えば水を吸い上げたかどうか、それで今回の場合も私南相馬へ毎週末700キロメーター行って東大のアイソトープセンター現在まで7回の除染をやっておりますが、南相馬に最初行った時には1台の NAI カウンターしかありません。農林省が通達を出したという3月19日には食料も水もガソリンも尽きようとして、南相馬市長が痛切な訴えをウェブに流したのは広く知られているところであります。そのような事態の中で通達1枚出しても誰も見ることができないし誰も知ることができません。稲わらがそのような危険な状態にあるということは全く農家は認識されていない。農家は飼料を外国から買って何十万という負担を負って、さらに牛にある水は実際に自分たちと同じ地下水を与えるようにその日から変えています。そうすると我々が見るのは何をやらなければいけないかというと、まず汚染地で徹底した測定ができるようにするということを保証しなくてはいけません。我々が5月下旬に行ったときに先ほど申し上げたように1台しか南相馬になかったというけど、実際には米軍から20台の個人占領系が来ていました。しかしその英文の改正書を市役所の教育委員会で分かんなくて、我々行って教えてあげて実際に使い出して初めて20個の測定報告というのができるようになっている。これが現地の状況です。そして先ほどから食品検査と言われてますが、ゲルマニウムカウンターというのでなしに今日ではもっとイメージングベースの測定機というのがはるかにたくさん半導体で開発されています。なぜ政府はそれを全面的に応用してやろうとして全国に作るためにお金を使わないのか。3ヶ月経ってそのようなことが全く行われていないことに私は満身の怒りを表明します。第2番目です。私の専門は、いわゆる小渕総理の時から内閣府の、交代薬品の責任者でして、今日では、最先端研究支援というので30億円をかけて抗体薬品にアイソトープをつけてがんの治療にやる、すなわち人間の体の中にアイソトープを打ち込むという仕事が私の仕事ですから、内部被曝問題に関して一番必死に研究しております。そこで内部被曝がどのように落ちるかという問題を説明させていただきます。内部被曝というのの一番大きい問題はがんです。がんがなぜ起こるかというと DNA の切断を行います。ただしご存知の通り DNA というのは二重らせんですから、二重らせんの時には非常に安定的です。これが細胞分裂をするときは二重らせんが1本になって2倍になり4本になります。この過程のところがものすごく危険です。そのために妊婦の胎児、それから幼い子供、成長期の増殖の盛んな細胞に対しては放射線障害は非常な危険を持ちます。さらに大人においても増殖の盛んな細胞、例えば放射性物質を与えると髪の毛、それから貧血、それから腸管上皮の、これらはいずれも増殖分裂の盛んな細胞でして、そういうところが放射線障害のいろはになります。それで私どもが内部に与えた場合に具体的に起こるので知っている事例を挙げます。これは実際にはですね、一つの遺伝子の変異ではがんは起こりません。最初の放射線のヒットの起こった後にもう一個の別の要因でがんの変異が起こるということ、これはドライバーミューテーションとかパセンジャーミューテーションとか細かいことになりますが、それは参考の文献は後ろにつけてありますので、それは後でチェルノブイリの場合やセシウムの場合を挙げてありますので、それを見ていただきますが、まず一番有名なのはアルファ線です。プルトニウムを飲んでも大丈夫という東大教授がいるというのを聞いて私びっくりしましたが、アルファ線は最も危険な物質であります。それはトロトラスト肝障害というところで、私ども肝臓医はすごくよく知っております。
要するに内部被曝というのは先ほどから一般的に何ミリシーベルトという形で言われてますが、そういうものは全く意味がありません。 I-131 は甲状腺に集まります。トロトラストは肝臓に集まります。セシウムは尿管上皮膀胱に集まります。これらの体内の集積点を見なければ全身をいくらホールボディスキャンやっても全く意味がありません。トロトラストの場合のこのちょっと小さい数字なんで大きい方は後で見てほしいんですが、これは実際にトロトラストというのは造影剤でして、1890年からドイツで用いられ、1930年頃から日本でも用いられましたが、その後20から30年経つと肝臓がんが 25% から 30% に起こるということが分かってまいりました。最初のが出てくるまで20年というのはなぜかというと、最初にこのトロトラストアルファ線核種なんですが、アルファ線は近隣の細胞を障害します。その時に一番やられるのは P53 という遺伝子です。我々は今ゲノム科学というので人の遺伝子を全部配列していますが、一人の人間と別の人間はだいたい300万箇所違います。ですから人間を同じとしてやるような処理は今日では全く意味がありません。いわゆるパーソナライズドメディスンと言われるやり方で、放射線の内部障害を見るときにも、どの遺伝子がやられてどういうふうな変化が起こっているかということを見ることが原則的な考え方として大事です。トロトラストの場合は第一段階では P53 遺伝子がやられて、それに続く第2、第3の変異が起こるのが20から30年後かかり、そこで肝臓がんや白血病が起こってくるということが証明されております。次に要素131、これは要素はご存知の通り甲状腺に集まりますが、甲状腺への集積は成長期の甲状腺形成期が最も特徴的であり小児に起こります。しかしながら1991年に最初ウクライナの学者が甲状腺がんが多発しているというときに、日本やアメリカの研究者は91年というと5年後ですね。ウクライナは気づいて言ってる姉ちゃんにこれは因果関係がわからないということを投稿しております。ネイチャーにはだからネイチャーは、ね、日米の、科学者は因果関係わからないと、まさしくね今と同じことやってる、まあ、ただ向こうの時はねウクライナの医者がやって日米が引っ張ったわけですけど、今度は日本の医者がね先頭になってごまかしてますからね。なぜそういったかというと1986年以前のデータがないから統計学的に優位だということを言えないということです。しかし統計学的に優位ということが分かったのは、先ほども永滝先生からお話がありましたが20年後です。20年後に何が分かったかというと、86年から起こったピークが消えたために、これは過去のデータがなくても因果関係があるということがエビデンスになった。いわゆるですから疫学的な証明というのは非常に難しくて、全部の事例が終わるまでだいたい証明できないです、ね、これ私もあんまりまともに聞いてない。疫学的な、ね、証明、全部の事例が終わるまで証明できない。だから疫学に、ね、頼ったら殺されるということですね、これね。そういうことです。ですから今我々に求められている子どもを守るという観点からは全く違った方法が求められます。そこで今行われているのは、ここには国立のバイオアセイ研究センターという化学物質の効果を見る福島昌司先生という方がずっとチェルノブイリの尿路系に集まるものを検討されていました。福島先生たちがウクライナの医師と相談を集めて500例以上のこの前立腺肥大の時に手術をしますと、その膀胱も取れてきます。これを見まして検索したところ、高濃度汚染地区、尿中に6ベクレルパーリッターという微量ですが、その地域では P53 の変異が非常に増えていて、しかもその増殖性の全がん状態、我々から見ますと P38 というマップキラーゼとそれから NF カッパー B というシグナルが活性化されているんですが、それによる増殖性の膀胱炎というのが頻発でありまして、かなりの率にもう上皮内のがんができているということが報告されております。それでこの量に愕然といたしましたのは、福島の母親の母乳から2から13ベクレル7名で検出されているということがすでに報告されていることであります。次のページお願いします。我々アイソトープ総合センターでは現在まで毎週700キロメーターだいたい1回4人ずつの署員を派遣しまして、南相馬市の除染に協力しております。南相馬でも起こっていることは全くそうでして、20キロ30キロというか分け方が全然意味がなくて、その幼稚園ごとに細かく測っていかないと全然ダメです。それで現在20キロから30キロ圏にバスを立てて1700人の子どもが行っていますが、実際には避難その南相馬で中心地区は海側で、学校の7割は比較的線量が低いです。ところが30キロ以縁の飯舘村へ近い方の学校にスクールバスで毎日100万円かけて子どもが強制的に移動させられています。このような事態は一刻も早くやめさせてください。
今その一番の障害になっているのは強制避難でないと保証しないと、その参議院のこの前の委員会で当時の東電の清水社長と海江田経済産業大臣がそういう答弁を行っておりますが、これは分けてください。保証問題とこの線引きの問題と子どもの問題は直ちに分けてください。子どもを守るために全力を尽くすことをぜひお願いします。それからもう一つは、現地でやっていますと除染というのの緊急避難的除染と恒久的除染をはっきり分けて考えていただきたい。緊急避難的除染を我々もかなりやっております。例えばここの図表に出ておりますこの滑り台の下、滑り台の下はちっちゃい子が手をつくところですが、この滑り台に雨水がザーッと流れてきますと毎回濃縮します。右側と左側とズレがあって片側に集まっていますと平均線量1マイクロのところだと10マイクロ以上の線量が出てきます。それでこういうところの除染は緊急にどんどんやらなくてはいけません。それからこういうさまざまな苔が生えているような雨どいの下、これも実際に子どもが手をついたりしているところなんですが、そういうところは例えばですね、高圧洗浄機を持っていって苔を払うとこの2マイクロシーベルトが 0.5 マイクロシーベルトまでなります。だけれども 0.5 マイクロシーベルト以下にするのは非常に難しいです。それは建物すべて、樹木すべて、地域すべてが汚染されていますと空間線量として一箇所だけを洗っても全体をやることは非常に難しいです。ですから除染を本当にやるというときに一体どれくらいの問題がかかり、どれくらいのコストがかかるかということを痛い病の一例で挙げますと、カドミウム汚染地域大体3000ヘクタールなんですが、そのうち1500ヘクタールまで現在除染の国費が8000億円投入されています。もしこの1000倍ということになれば一体どれほどの国費の投入が必要になるのか。ですから私は4つのことを緊急に提案したいと思います。第1番目に、国策として食品、土壌、水を日本が持っているですね、最新鋭のイメージングやなんかを用いた機器を用いて、もう半導体のイメージ化は簡単です。イメージ化にして流れ作業にしてこのシャットしていってやるということでの最新鋭の機器を投入して抜本的に改善してください。これは今の日本の科学技術力で全く可能です。2番目、緊急に子どもの被曝を減少させるために新しい法律を制定してください。私のやっている、現在やっているのは全て法律違反です。現在の障害防止法では各施設で扱える放射線量各種などは決められています。東大の27のそのいろんなセンターを動員して現在南相馬などの支援を行っていますが、多くの施設はセシウムの使用権限なんか得ておりません。車で運搬するのも違反です。しかしながらお母さんや先生たちに高線量のものを渡してくるわけにはいきませんから、今の東大の除染では全てのものをドラム缶に詰めて東京へ持って帰ってきております。受け入れも法律違反、全て法律違反です。このような状態を放置しているのは国会の責任であります。全国には例えば国立大学のアイソトープセンターというのはゲルマニウムをはじめ、後ろ長滝への基地を持っているところがたくさんあります。そういうところが手足を縛られたままでどうやって国民の総力を挙げて子どもが守れるでしょうか。これは国会の完全なる怠慢であります。第3番目、国策として土壌汚染を除染する技術を民間の力を結集してください。これは例えば東レだとか栗田だとかさまざまな化学メーカーに、必要だテクノだとかアトクというような放射線除去メーカー、それから竹中工務店なんかさまざまなところは放射線の除染などに対してさまざまなノウハウを持っています。こういうものを結集して現地に直ちに除染研究センターを作って、実際に何十兆円という国費がかかるのを今だと利権絡みの公共事業になりかねない企業を私すごく持っております。国の財政事情を考えたらそんな余裕は一瞬もありません。どうやって除染を本当にやるか、7万人の人が自宅を離れてさまよっているときに国会は一体何をやっているのですか。以上です。かっこよかったですからね、この先生の除染後が放置だったよ、竹中工務店とね、いろいろ言われて、まあ、どこまで本当でどこまで嘘か私は分からない、全て検出にない。まあでも言ってる言葉にね、嘘はないと、まあ、あえてまた見て思うわけですけどね。全部消されてますね、しかし映画動画とかね。そう、東大の児玉先生です、今のはね。でここにね、まだ生きてますかね、何ですかこれ、あら、ちょっと分かりません。ちょっとこれ生きてるかどうかが分かんないね。まあこういうね、一応
除染したと。で除染してねいいのかという、除染すれば済める。そうなんですよ。これはね除染するんじゃなくて避難させてくださいとこの人はね言うべきだったと思うんですね。今の人も。でもまあ改めて聞くとねそれなりのことは言ってるような気はしますね。 0.5 マイクロあったりとかね 0.2 マイクロとかその原爆よりもはるかに減衰が少ないと。なんで減衰が少ないかというとね、あの原爆の場合はバンって一発でしょ。で原子力の場合は中にこう入れて中性子線バンバン照射しているようなもんですからね、どん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 その雪だるま式に増えるんですよね放射能と理解を私してるんですけどね。森林の除染なんて無理でしょう。その通りですね。福島県から初見できた方は米はダメだったのかしらね。私もこの先生嘘は言ってる、嘘は言ってないと思うんですね。でイメージングのねで見ろっていうのは結局、どこでしたか、島の島津かなんかがね、やってますしね。ただ残念ながらね、そうイメージングねこういうのもあるし、100ベクレルとかね、食品検査を機械をやって検査を全くやらない、これ今やってますね。放射線障害はその、まあ、DNA の二重差が一重差になった時に被爆するとね、被害が起きるという風なの、これは、ま、全くもってその通りでね。で DNA が二重らせんだから大丈夫っていうのはそれは成長してないね人間はいいんでしょうけど、普通の人間は成長してますのでね、二重らせんっていうのは何の意味もないと。だからそこが起こりやすい。まあ15分でねこれだけのことを言うっていうのはね、大したものでやっぱ頭いい東大のさすが医学部だと思いますね。アルファ線からプルトニウムを飲んでも大丈夫と言った東大教授がいると聞く、私はびっくりしたね。あの東大教授まだ謝ってないもんね。アルファ線は最も危険な動物と提言、国策として測れと。これやってますね今ね。新しい緊急に子どもの被曝を減少させるために新しい法律を設置して、これしてない。国策として土壌汚染を除染する技術は民間の力を結集してください。このことはねチェルノブイリ知ってるから、チェルノブイリが諦めたこともご存知だと思うんですけどね。竹中工務店の名前国会の中で言って結局なんか700万ぐらいね、取ったりとかしてやってましてですね、まあ、ここに書き下し文をどなたかがされたのを見てねここに書いておりますけど、まあこういう人もねいてね、まあ当時はねこれだけの危機感を持ってた人はねほとんどいなかったわけでね、またまあネットの中当時ね、ブログとかツイッターされてた人はこれはいい先生が出てきたっていう話になったのはね実際話なんですけど、でも、今ちょっとツイートを見てますと、私の今ツイキャスご覧になってる方でね、小玉ちょっと聞いてみましょうか。アンケートしますね、小玉教授をね知ってるか知らないか、知ってる方ははいで、知らないという方はいいえにしてください。あら、はい、小玉教授をね知ってる方ははい、知らない、今回初めて知ったという人はいいえということで、ちょっと今アンケートを取っておりますが、アンケート中、あら、うまくいってんですかね。あ、やっぱ小玉さん知ってますね。ほとんどの人は知ってるんです。はい、どうもありがとうございました面白いですねこれねなかなか時々しないしかしない。あ、皆さん知ってるのでね、だからやっぱり私がね今見てね、あの今の知識で聞くとまたちょっと聞く場所がね、あの違いますのでね、ちょっと勉強になりましたですね。長々と全部を出しましたけど、まあここまで分かってたんだ7月にしてね、そういうことですね。まあ後でねぜひまた復習の意味も込めてやってください。このね危機感があればなんとかなったと私は思うんですけどね、なぜどうもならんのでしょうね。仙台原発1号機、鹿児島県知事、早期の再稼働必要と。うん、小玉さんと武田さん同じくらい。まあ、小玉さんの方がはるかに上でしょうな、くらいとしてはね。武田さんはなんか適当にね、ぐちゃぐちゃ言ってるだけで、まあ、学問的にはほとんどダメだと思うんですけどね。
大橋と忠広、あれは大橋忠広はね、あの東電社員ですか、元ね、政府が放射能という目に見えず浴びれば死ぬ地に至るという物質をコントロール下にしたいって、まあむちゃくちゃですから、あの人はね。仙台1号ね、もうだこれ2011年の7月ですよ、早期に再稼働しろって言って、このね確か伊藤雄一郎って今も確か再選したでしょ、この方ね。あの鹿児島県知事でね、もう官僚から政治家になってるからね、もうダメなんですよね。さっさと動かせって言ってるわけですよ。で仙台1号機はねかなり古い原発なんですけど、老朽化対策と今回の再稼働申請は別みたいな感じのね、もうめちゃくちゃなね話をしてるわけですけど、今この、うん、児玉先生の話ね、何してるか見えない、まあ、見えませんね、出てきませんね。なんか息子さんもねツイートされてて、私も一度フォローしてたんですけど、だんだん話が変わってきてしまって、もうフォロー外してしまいました。まあ どなたかご存知の方いるんでしょうかね。児玉教授もその後怪しげなストーカーに会ってたらしい。まあ会うでしょうね会うでしょう、東京に住まれてるしね。仙台原発再開が早い場合もあると、ね、ストレスです。まだこれ仙台、まあ今早いわけですけど、実はそれから3年経ってますからね。児玉さんと西田さんは同じようなね、本気で再稼働してる。だから九電はね、もうどこでもいいから動かせて。でもね、鹿児島原発はね一度虚偽答弁されてるんですよ、これはね。で虚偽答弁されててね、しかもここで仙台原発ここにあるわけですけど、これするとねもう有明海全部パーになっちゃうんですよね。でパーになってね、入るのはいいけど多分出にくいんだと思うんですね。構造自体揺れに弱いって、そうですよ。今も一生懸命働く現場の東電社員には頭が下がります。炎天下で東電機作ってますから、あれは技術的に無駄、うん、意味ないですね、あれね。一生懸命やれいいわけじゃないからね、最初からダメなのをね一生懸命やるっていうのは原発の原子力の好きなとこなんですけど、それにしてもねちょっとひどいです。官僚から地方の首長は最も典型的なパターンです。そうです。滋賀のね小槍もね、官僚からね俺はなりたくなかったとか偉そうなこと言ってみんなを敵に回してね落ちてしまいます。これどうかせんという感じですね。官僚、いやでもね官僚上がりじゃなくなければいいかって言ったら、熊本の蒲島っていうのはなんかちょっと変わった経歴で東大教授からね知事になったんですけど、これがまたね始末に追えなくてね、大事なことには決断しなくてね、決まった頃に出てきてね、なんか昔の昭和天皇みたいなねやり口をやってるのでね、それがいいかってまたそれも別でね、うん、まともな知事は新潟の知事、まあ新潟の知事ね今言ってることはまともですよね。まあ頭はみんないいからね、官僚になってるの。だその頭の良さでねこうちゃんと使えばいいわけなんですけど、まあ大体にして今までのしがらみがあるのでねダメですよ、女性も利益誘導だと批判する人も多かった。脱原発は真子さんも利益誘導してるんですか、それとも批判したっていうことなんですかね、ちょっと分かんないですね。ね、大体明治維新薩摩藩から起きたんだろうと、お前仙台原発をね先に動かせないよと、薩摩お嬢子お願いしますよっていうこの感じなんですけどね。批判した、ああ批判したね、そうですか。まあ女性はそうなんですけどね、ね薩摩お嬢はね頑張ってほしいですね。薩摩の人は非常にこう芯の強い女性が多いですからね。ああ、まあ、熊本、まあどこも女性強いんですけど、薩摩はね特に情け深くていいと言いますからね、ぜひね仙台原発ねそのなんかに食らいついてでもねやってもらえ、まあ私も一言じゃないんですけどね、もうここももう住めなくなって、そういう時が起きたらどうするのかっていう気はしてるわけですけどね。いやどうしたらいいんですよね、本当私も分かんない、決めないことを決めるのが役人の基本、あそうそうそう、あと結論ありきでシナリオが強引に作られる、そうなんです。結論をね最初に作ってるからね、もう議論がめちゃくちゃなんですよ。でその結論を作るのはね誰かがねよくわからないっていうのが日本の特徴でね。これで7月終わりですかね、もしかして、あこれね多分ここまでしょ。
で佐賀県知事はねスケープゴートにと原子力もなでねこれね本当は限界動かすって最初に言ってますからね、言ってたんですよ。そしたらねだん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 こう7月だからね時期として一緒ですよね。宮殿のやらせメールがねの問題が出てきて佐賀県知事が引き金になってね原発容認の声をね番組前に幹部と面会とか言ってこういうのをね出されてしまうとね今度こいつがねもしかしたら落ちるかもしれないとちょっと心配になってですね首相に安全宣言しろという無理なことをね言ってごね始めたわけですよ。それでねダメになったんですよね。だからこういうね偉そうなね突撃ラッパーを吹くような人物はねちょっと顔色が旗色が悪くなるとねすぐコロッと変わりますからね。ちょっとねまともな人がねもう3分の1でもいればねもう絶対いいのにねっていつも思ってまあこんなところでうだうだ言ってるわけなんですけど、東海原発 1F ってどうなってますか。まあそれは見てくださいね。私もそんなに最近東海原発事故で亡くなった人の顔写真を週刊誌で見ました。人間でなかったですと、まあ、あれは被爆といっても違うって言うでしょうね。7月中に1号機のカバー外すとか言ってます。まあ今はちょっと問題になってますよね。佐賀県は狙われた知事も原子力もそのねお父さんが確かね宮殿の関係者だったんですもんね。なんかの所長やってたと思うんですけどね。鹿児島はねあれですよ、まあ、しかし北海道のねなんとか女性の知事も役人上がりだしね、もう役人ばっかりですよね気がついてみるとね、はあ、福島県知事選、沖縄知事選で自民排除して安倍を非難したジュリーに続き安倍だと思うと。でも野党私利私欲でバラバラ、まあいいんじゃないですか。バラバラの方がね潰しにくいですから相手からするとね。まとまってるとそいつズドンってやって終わりですから、いいんじゃないですか。バラバラ大賛成です私。やばくないですか。いや一応もともとやばいでしょ。何言ってるんですか。今さらやばいかやばくないかの話をする場合じゃない。佐賀知事やらせ誘発、発言軽率だったが依頼ではないと。こういうのをねなんか出さんとなかなか止まらんでしょうな。でもこういうのが出ればねすぐやるね。ね、運転再開の議論を深めるには賛成反対双方の幅広い意見を寄せてもらうことが必要。自分のところに来るのは反対意見ばかりだが、電力の安定供給の面から再開を容認する意見を出すことも必要だと話したと、ね、やらせメールを依頼したことは全くない。宮殿として何かをやってほしいという意味ではなかった。まあこれはねちょっと下手っぴなんですよ。本人が直接言うからいかんわけでね。ちゅうことはでも本人が喋ったことを宮殿がゲロったんですね。宮殿っていうのはこんなところでしょうね、おそらく。だから鹿児島県知事とねいろいろこう打ち合わせ今してると思いますけど、旗色悪くなったらねすぐゲロしますよ宮殿のやつらはね。まあそれでいいんですけど、サラリーマンですから所詮。ただ会見ではやらせメール依頼したことはないと言ったと、ね、で佐賀県知事がね全部悪いように言ってるけどあれなんですね。これね、これちょっと佐賀のね、モックスプルサーマルのやつなんですけど、この、やらせ拍手が出てきますのでね。大橋さんどうぞ。はい、2つの点を指摘したいと思うんですけれども、もう事故の時どうなるかっていうのは想定したシナリオに全部依存します。それ全部壊れて全部出てその全部がその環境に放出されるとなればどんな結果でも出せます。でもそれは大隕石が落ちてきたらどうなるかと、そういう起きもしない確率についてやっているわけですね。皆さんは原子炉で事故が起きたら大変だと思っているかもしれませんけど、専門家になればなるほどそんな核兵器が壊れるなんて思えないんですね。どういう現象で何がなったらどうなるんだと。いやそれは反対派の方はいや分からないでしょうと、水蒸気爆発が起こるわけがないと、まあ、専門家みんな言ってますし僕もそう思うんですけれども、じゃあなんで起きないと言えるんだと、そんな理屈になっていっちゃうわけです。でね、これ水蒸気爆発だからね、福島水蒸気爆発
起きてないからね、俺は正しかったって本気で言ってるんですよ、この大橋ひど忠宏はね、ひろ忠ですか、はあ、ですから今安全審査でやってるのは技術的に考えられる限りですね、ここがこうなってこうなってここが壊れてこうプルトニウムがこう出てきてここで止められて、それでもなおかつという過程を設けた上で、さらにそれよりも過大な放射能が放出された場合の前提を置いて計算をしているわけです。ここが一番難しいところですけれども、我々はそういうのはよくわかります。被害範囲を想定するためにこういうことが起きると想定をして解析をするわけです。ところが一般の方はどうしても、いやそういうことがじゃあ起きるんだと、また反対の方がほら見ろそういうことが起きるからそういう想定をするんだというふうに逆方向に取られるから、おそらく議論が噛み合わないんだと思います。もう一つはプルトニウムの毒性です。プルトニウムの毒性というのは非常に誇張されて捉えられています。そのプルトニウムの健康被害を扱う専門家の方は社会的毒性というふうに呼んでいます。実際には何も怖いことはありません。仮に大げさな話をしてプルトニウムをテロリストが取っていって貯水池に投げ込んだと、そこから水道が供給されていると、じゃあ何万人が死ぬかというとそんなことはありません。一人も死なないというふうに言われています。プルトニウムは水にも溶けませんし、仮に体内に水として飲んで入ってもすぐに排出されてしまいますから、その小出さんが言っているようなことが起きるのは全く仮想的に、プルトニウムの粒々を一個一個取り出して皆さんの肺を切開手術して、肺の奥深くのもう出てこないところに一つずつ埋め込んでいったらそれぐらい死にますよという、全く起きもしないような仮想について言ってるわけですね。ですからそんなことをやっていったら、それは皆さん自動車にも乗れないし電車にも乗れない、それは何が起こるかわからないですよという話と全く同じです。はい、それぐらいでよろしいです。じゃあ小出さんね、話、あの拍手が出たでしょ。ここでね、出光和也がここにおるんですよ、実はね。これが大橋博人だね。これが小出さんね。近く、どうぞ。ちょっと映していただけますか。はい、毒物というのは、体に取り込み方で、その毒性が変わります。例えば口から食べる場合、食べたり飲んだりする場合、それから、呼吸で取り込む場合で全く違います。今大橋さんがおっしゃったのは、貯水池を汚す、あるいは飲んだって大丈夫だということをおっしゃって、口から要するに取り込む方のことをおっしゃったわけだけれども、プルトニウムの場合に怖いのは、鼻から呼吸で吸入する場合です。その毒性はものすごい恐ろしいものです。でそれを今一つお見せしたいんですけど、出ないですかね。これです。世界にはプルトニウムの研究者が山ほどいます。で原子力を支持している人もいますし、原子力に反対している人も、います。でここにあの縦にいくつもそういう人たちを並べていて、上の方が批判派、だんだんいって一番下が一番の推進派です。でタバコを吸う人とタバコを吸わない人、それぞれに分けて、言っていまして、プルトニウムの239番という番号のついたプルトニウムについて数字が出ていますし、から原子炉の中で出てきてできるプルトニウムについての数字も あります。でこれはどういう数字を出しているかというと、何マイクログラムのそのプルトニウムを吸入したらば、肺がん染料というのは肺がんになって死ぬかというのです。でこれが数字見ていただいたら分かると思いますけれども、タバコを特に吸う人というのはめちゃくちゃ危険で 0.0 なんとかというそういう数字です。マイクログラムというのは100万分の1なんです。ですからもう手のひらに乗っけても感じない、こんなものを測れる天秤はほとんどの皆さんのうちにはないし、大学にもほとんどないというぐらいの、それくらいのほんの少量でももし吸い込むようなことになれば肺がんで死んでしまうという、もうプルトニウム研究者がみんなが合意しているそういう毒物なのです。ですからその貯水池に汚染して飲む場合とか言うんではなくて、事故の場合には原子力発電所から気体になったものが風で流れてくるのです。それを吸い込むことが危険なのです。ですからこういうものに関して どうして気体になるんですか。事故の場合にはもちろん微粒子になるわけですし、ものすごい高温になっていますので、エアロゾルにもなって出てくるわけです。ですから近傍で落ちるというのは本当です。しかしでも粒子あるいはそのエアロゾルになって飛んでくるという成分も必ずあります。もう一つ聞きたいんですけど、はい、そのプルトニウムで肺がんになって亡くなった方っていうのは歴史上いるんですか。そういう疫学的な所見はあるんですか。はい、マンハッタン計画の労働者をずっと追跡しているグループがあります。で肺がんで死んでる人たちがいます。ただし、統計学的にそれが有意と言えるかどうかということの検証をずっと続けてきているというそういう段階です。今のところ有意だという結果は出てないというふうに聞いてますけど、こういうものは大変難しいのです。はい、学問は、はい、分かります。それは毒物の
危険の証明する、統計学的に証明するということが大変難しくて、たくさんの人々の症例を長い年月にわたって追跡しながら証明しなければいけない。ですから広島長崎の原爆の人たちの中からがんが出てくるということだって、何万人もの被爆者というのを何十年間も追跡してやっとわかるという、そういうものなのです。ですから科学はこれからもその作業を続けますけれども、一歩一歩しかいかないということはご理解いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。これね、何度か私も聞いてるわけですけど、改めて聞くとですね、まだあるのかな、ないですね。今の知識ね、小出さん、我々の今の知識があるわけで、その時にこういうことが起きると、で格納容器が爆発してね、ガスになってね、プルトニウムが飛んでいくと。で大橋がね、小バカにして笑いしてますけど、もういかに腹が立ってたかっていうのはよく分かって、実際起きてね、その体立たしさというか、なんていうかね、それがね非常によく分かりますよね。これいつだったですかね、平成17年ですから、今からねもう10年近く前にね、やってるわけですよ。でこれ本当にね、もう小出さんが言ったことは全部正しいわけでね、でそれはねバカにしてね、で東大の教授だっていうことでみたいな反応してね、未だに反省してないんです、大橋はね。あ、全くもってね許されんと私は思うわけですけど、再稼働トップの仙台原発を止めるにはやはり小泉細川のコンビの国政支持ダメなんですよ。それじゃいかんのですよ。やっぱね、そういう誰かのねスターに頼ったらね、そのスターをドギュンとやりますから、そうじゃダメなんです。やっぱ薩摩に住むね、人たち、あるいはその熊本に住む我々、私も含めたね人たち、あるいは宮崎の人とかね、その九州の人ね、そういう人は立ち上がらないとね、止まらないですよ、それはね。小泉細川ならね、もう年も年ですから、なかなか難しいわけだよね。で、それじゃいかん。そういう、その誰かに、スターに頼るなということを私は言ってるわけ。大橋は、とりあえずプルトニウム飲んで安全。これね、大橋はね、その言ってますから、プルトニウム飲めっていう話はしてないみたいなね。例えて言っただけでね、飲め飲めっていうやつはバカだみたいなね、ことを書いて、私、ブログに書いてますのでね。吸引してほしいですよ。ね。この会場の薄気味悪い笑いに毎度寒気がきます。そうですよね。だからこれ、動員をかけてるんですよ、宮殿がね。で、いまだにね、これをね、間違ってると思ってないところがね、一番立ちが悪いところですよね。この後、大橋は会場の市民とやり合うんですよね。なんでですか？どうしてですか？あ、そうです。もうそこまでもう見てないです。今の東大講師じゃない、東大で教授ですよ。何言ってるんですか、大橋は教授ですよ、広田だ。で、しかも研究生取ってるわけですよ。でね、恐ろしいのがね、東大の研究生のね、言葉がね、一切ツイッター上に出てないんですよ。まあ、なんか言えばね、バレると思う。なんか一言言えばね、こいつは誰だっちゃうすぐ分かるのでね、まあ、狭い世界ですから。医者の世界も狭いですけど、原子力の世界なんかもっと狭くてね、もうしかも20〜30人しか、十何人とかしか下手したらいませんからね。ゼミにいるのは3〜4人でしょ。そうすると何か言ったらね、これはあいつだっていうことでね、就職を多分ブロックされると思うんですよ。だからね、何も言わないんですよ。だから大橋がね、ノーノーとしてるんですよ、これがね。でまたね、こんなノーノーとしてる人間こそですね、いろんなとこにコネクションがあってね、もう自分の出身母体である東電は言うに及ばずね、東芝、日立ね、三菱、原電なんとか、自分の一声でね、ポンポンとこう就職先をね、作ることができると思うんですよ。だからね、いまだにっていうかね、いまだに反省もせずに、この時は自分が悪かったと反省もせずにやってますから。ちょっとね、見ますかね。確かこれ、7月はこれで終わりでしょう。ちょっと待ってくださいね。あ、7月終わってますね。大橋のね、だね、スターに頼っていかんですよね。大橋弘太だ。これだ。
これじゃないですね、大橋ラボっていうのがあってね、あれ、あ、これリンクかけてないんですかね、私。うわ、下手くそですね、大橋ラボ。これではいけませんね、すぐ見れるようにしとかないといけないですね、私。大橋ラボ、ここでやっててきますね、ごめんなさい。ね、あら、これどうなんでしょうね、大橋ラボありますかね。あ、これ大橋ラボ消しやがったですね、やっぱね、元気。これ大橋ラボなくなったですね、ちゃっかり消して消しやがりました、やっぱり。消しましたね。まあ、これね、なんて書いてあったかっていうとですね、これね、大橋ラボね、プルサーマル公開討論に関する経緯についてと、平成2012年2月28日、東大大橋弘忠、プルサーマルに関してこれまで原子力週刊誌で取り上げられ、ネットでも話題になっていることから、先輩後輩同僚友人教え子研究室学生のなどの方々に参照いただくため、ここに経緯をまとめておきたいと。プルサーマル公開討論会の本質、この討論会は原子力の是非そのものではなく、プルサーマルを実施するにあたって安全上の問題かどうかを問うものと、ね、客観的にプルサーマルに安全上の問題はない、技術的な問題を追求するのは難しいだろうと。これもあってか反対派からは水素蒸気爆発が起きるのではないか、プルトニウムは 1g で100万人が死ぬといった反原子力の一般的なプロパガンダが提示されたと、ね、水蒸気爆発については根拠がないということだったと、ちなみに水蒸気爆発が起こるためには溶けた金属が細かく分解してエネルギーをその場で静かに蓄える状態が不可欠と、原子炉事故の場合はには水蒸気爆発は起こらないと考えられている。まあ水素爆発とか核爆発が起きてもね、こういう言い逃れをしてるんですよね。あら、これ、私もいけませんね。これちょっと失敗ですね。大橋ラボのやつがちょっと残っとったから。大橋ラボのやつが消したみたいですね、大橋ラボね。あ、やっぱ消してますよそら消すでしょうな。まあこのね、大橋弘忠の東大和法に関する逆襲というのがね、こちらに載ってますのでね、魚拓を取っておいた。魚拓、ああ魚拓取ってますね。あ、プルトニウムは飲める、これですね。プルトニウムは水に溶けにくいので、仮に人体に入っても外へ出ていくと述べたのだが、それならプルトニウムは飲めるのか、飲んでみろという話になっているらしい。文脈を考えればわかるのに、今時小学生でもこんな議論はしないだろうと。もうね、もうめちゃくちゃなんですよ、この人ね。
話し方について上のような経緯で反対派の識者を追及。あ、ここにちょっとあれを出してみましょう。上のような経緯で反対者の識者を追及し、追い詰めているように思われるんだろう。不遜だとか話し方が気に食わないという指摘を受ける。イデオロギーにあふれた原子力反対の立場から見れば、そういう強いバイアスで見ているからだと思うと。受け取り方なのでどうしようもないと。全然反省してないのよくわかるでしょ。ただ自分のイデオロギーのみに基づいて、それに合うか合わないかだけで、これは正しい、あれは間違いという単純なスタンスは何なんだろうと。開き直りですこれね。やらせ事件。この討論会について九州電力のいわゆるやらせが問題となった。私は佐賀県から依頼されて登壇したもので、話す内容や質疑についてはなどについて九州電力からの連絡は一切なかった。客観的に見れば、この種の討論会は推進派も反対派も動員をして、それぞれの立場から質疑を行うのは当然であり、違和感はない。国会答弁でも何でも同じだろうと。目立ち屋さん の弁護士さんがやらせやらせと言い出し、それに社会全体が翻弄されただけではないだろうか。マスコミ報道、この件に関してはマスコミからの取材を全てお断りしている。回答したことはない。技術的に分からなければ聞きに来ればよいのでのに、こちらへの連絡からして、そもそも原子力反対の立場で問いを投げかけてくるものが多いと。おそらく記事構成もすでに決まっているのだろうと。全く面識のないある週刊誌はいきなりメールを送りつけてきて、その日の何時までに文書で回答せよとのことであった。一体何様なのか。このね、これなんですよ。この原発広告でね、本間さんがいろいろ恥を知れって言ってますけど、恥ないからね。じゃないから、これ見たらね、よくお分かりだと思うんですけど、もう読んでてね、あの薄ら笑いといいね、もう腹が立つようなことばっかりなんですけど、まあそういうのがおったということですね。すいませんね、ちょっと今回は YouTube のね、やつをかなり紹介したのでちょっと遅くなりましたけど、まあそういうとんでもないね人間がいると。で、未だにその反省すらしてないと。で、こいつら反省させるのは私無理だと思ってるんですね。で、それは例えばその私の同級生に、宮殿に就職したやつがいるんですけど、お前ね、怖いの分かったろって原発がって言ったらね、もう全然思わんって言ってるんですよ。もうね、で、それはその本気で思ってるみたいでね。だもう話にならないと。で、そんなバカなばっかりじゃないと思ったら、どうやらね、世間はそんな人がかなりの部分をね、占めてるみたいでね、なかなか難しいなと今、まあ、その時に思ったんですけど、それがやっぱりね、3年経ってみてね、まあ、4年目に突入してるわけですけど、よくわかりますですね、自分が痛い目に遭わないとね、気づかない人が非常に多いと。もうね、なんか今日は最後がとんでもないあれだったんで、ムカムカしましたけれども、まあ、本日はこれで終了します。あ、ちょっと78分、ちょっと長すぎましたですね、ご清聴どうもありがとうございました。